ハローデブリバーン、デブデブ、待たせたな。フィュッ。はい、ということでどうも皆さん、太一でございます。今日の動画はですね、とある本をちょっと皆さんにご紹介しようかなと思います。はい、こちらのライフラブリグレットという本でございます。まあ僕といえば本を大量に読む、知識豊富な男性と思われていることでしょう。はい、これどういった本かというとですね、音楽にのめり込んでいく人をこう描いた本なんですよ。音楽に興味のある方はこれ結構ハマると思います。まあ、本の紹介なんでどこまで言っていいのかってのはわからないですよね。オチを言うわけにはいかないし、ところどころ見どころもあるんですけども、それをどう紹介していくか、一応読んだんですよね。一応読みました。やっぱり読まないと紹介のしようがないので、まず主人公の、なんだろう、お父さんの物語からこう始まるんです。俺のお父さんはこういう人だったみたいな、そういうとこから始まる。でそれがこうちょっと何ページか続いた後に、俺はそんな中音楽に目覚めたみたいな感じでいくわけですよ。でそこからもうずっと音楽の話、ところどころね、やっぱ専門用語みたいのが、出てくるんですけども、ページの横っちょとかにこうね、補足みたいな感じで表示されてるんですね。それが結構ね、読みやすいし分かりやすいですね。でまたこう、また面白い展開が起きるんですけども、その面白いところを言ってしまうと、なんだろう、こうオチになっちゃうのが、オチになっちゃうっていうか、こう内容が分かっちゃうんで、僕的には結構この方の、なんだろう、お父さんの話が結構面白かったですね。あ、こんな人生を歩んできたんだ、あ、こんなお父さんすごい人だったんだなとか、共感できるところがすごい多い本なんですよ。まあ音楽ということもありますのでね。え、大地オカリナって吹けるのって思った、そこの君。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。オカリナ吹けません。ということで、こちらの本めっちゃおすすめなので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。概要欄の方にね、このリンク貼っておきますので、こういうドキュメンタリー的な本が好きだったり、あとは音楽関係の本が好きっていう方はこれ結構おすすめできると思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。